もあゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。おや、おや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 、トーテム勇者風の青年よ。なんだか久しいですな。久しくないけどね。全然以前よりも勇者風味が増されたのではないですかな。勇者風味って、いやいや、それよりもビッグニュースですぞ。ついに我が奴隷総国にも話題のあのお店がオープンしましたぞ。毎日宝箱屋はこの国一番のアミューズメントスポットとなる、スポットなることでしょうぞ。毎日宝箱屋、ミーバース写真館は世界中の人々が集う社交場になることでしょうぞ。これで日々の暮らしが豊かになりますな。なんかあれかな、ステージをどんどんクリアしていけば増えていくのかな。店が増えていくって言ってももう店ないけど。あらん、かわいい坊や、お姉さんとおしゃべりしたいの？用はない。ふふって出ちゃって、またお姉さんとおしゃべりしましょうね。服を作るならオーダー、一覧を見るならカタログを選ぶだわさ。服を作る。今着ているのは兵士の服だね。どの服を作るだわさ。上の友達の証っていうのは、あ、友達の証がないと作れんってことか。なるほど。アモスの魂、なんか作れるようなものは特にないんだな。おしゃれフォーエバー。アモスの魂というやつがいるらしい。ちょっとここ求むトーテム勇者。あ、違うわ。耳がとんがり、もみあげが太く、九一分けのトーテム勇者の証を持つ者たちよ。憎き魔女を倒し、フリル姫の呪いを解いてくれた者には唯一無二の褒美を与えよう。ドレース王国カールキング王より。店の説明かと思った。ここは毎日宝箱屋へようこそ。お、絵に描いたような勇者側だね。魔境でのお勤めと疲れただろ。ちょっと遊んでいかないか。この中に一つだけ当たりの宝箱があるんだ。当たりを当てれば商品は君のもの。ただし宝箱を開けられるチャンスは1日1回。でも外れても傷つくのはまだ早い。次の日にまた続きからチャレンジできるんだ。続きからって何？つまり4日通えば必ず当たる。あ、毎日全部復活するわけじゃなくてってこと？徐々に減っていくんや。ってことなんだ。お金はいらないし、まあとりあえず遊んでってよ。今回の当たりはこれ。もう1個持ってる、もう1個持ってるみたいだけど遊んでってよ。バズジェリー、バスブロー、バズブローブの落とし物。どの部分なのかは不明。場所森林エリア。ただの割には結構いいもん入れてるだろ。さあ君はどの宝箱を選ぶんだい。当たりが出たらなんかまたリセットされる的なことか。何あれ。お、粗品なのに元気がいいね。でも粗品でも大切にするその姿勢、さすが勇者くんだな。外れは当たりへの近道。また明日来てくれよな。でさ、その粗品というのは一体確認できんのか、確認できないのか。違うな、違う。ここだけの話ですが、草を刈ると時々ルビーが出てくるです。そのお金で赤い靴を買ってみました。魔女さんには内緒です。話したね。ここ、おしゃれしてたら魔女の呪いをかけられるそうだよ。クワバラクワバラ。でもこの金のネックレスだけはどうしても手放せないんだよな。俺っちのファニーでクールなミーバース写真館へようこそ。で、その姿、魔女討伐隊の制服でしょう。しびれるね。じゃあもう魔境にも？スーパーしびれるね。魔境ってファニーなんでしょ？魔境の思い出ミーバースにアップしてくれたらみんな超食いついちゃうよ。何を話してるんだ。え、カメラ持ってない？いいよいいよ、じゃあ俺っちの使ってよ。
お、カメラを手に入れた。もらっちゃった。ただちょっとファニーでオールドだから1コース1枚しか保存できないんだけど、思い出の整理やミーバースへアクセスしたいときは俺っちがちょちょいとアレンジするからさ。では改めてと、俺っちのミーバース写真館へようこそ。今日もファニーに行こうぜ。いいです。 See you ファニー。ファニーって言われてもってことで、まあ出発しようかね。てってってってん。おー、びっくりした。アユナ、お前が無事で何よりだ。無事だよ。しかしマキオはまだまだ奥が深い。これからも気を引き締めていくんだぞ。おしゃれを忘れずにな。おしゃれ、うん、行ってくるよ。の、乗ればいいんやっけ。あ、ちょっと待ってね。次これ、マキオ巡り行こう。色とりどりで無邪気に笑う彼らはすでにこの世のものではなさそうだ。あだなす者が近づくと鎌を振りかざし異世界へと誘う。この廃墟の住人だったのだろうか。手探りで進む闇の中で奇妙な手形を見つけた。彼らの餌食になった者たちだろうか。もしかして生前の彼らのものかもしれない。この音がレクイエムになることを祈って僕は X シャッターを切った。前回の話を覚えてなかったや。マネビトを連れて出発するか。出発する。ではマネビトを目覚めさせようぞ。イーナンアゴマサリトヒヨ。あ、なんかサリトヒヨお一人様になった。逆から読んだら。よし行くぜ。え、行っていいんだよね。でほい。んで次は、次はっていうかまだ森林エリアだ。森林エリアの次コース2。アーモスの魂はこっちなんやな。え、あ、でもこれから先も手に入るんか。オッケーオッケー。次はビリビリ洞窟。おーし、向かうぜ。担いだマネビタは B で剣を、 Y でアイテムを操作できます。おーし、なにこれ、なんか割った、間違えた、写真撮った。弓矢を手に入れた。 Y で矢を撃てるぞ。あ、一回一回そういうことか。へい、落ちそう。え、なに？こいつ前回向かってこんかったっけ、こっちに。ねえ、こいつらの名前がよくわからない。んてか赤いのと青いのは一体どこにいるんだろう。なんか別の場所におるっぽい。緑で行けるのはどこまで？あー、ここまでか。じゃあ次は赤で。へい。で、こっちも弓矢を手に入れた。Y で矢を撃てるぞ。へい。おし。で、でしょ？で、あとは、青。で、こっちも弓矢。で、おびっくりした。はい、トライフォース光った。これで。さあ、落ちた。さて、どうじゃねえわ。やば、怖っ。んーで、へい、行くぜ。行くぜ、行くぜ。あ、そういえば、これ、これ。あ、違う。ちょっと待ってね。これで、ん？あれは上からか。上からで、ほいっと。で、こっから、で、さーて、これで鍵が。んーで、ほ。
はい、鍵。これであとはここを通っていけば。なんかいちいちさ、道が細いけん怖いよね。よし、ゲイ。次がステージ2。ステージ1はやっぱり簡単な感じあったね。次はどこへ向かえばいいかな。これは降りていいんかな。お、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ。こいつらぶつかったらビリビリなるの。あ、もしかしてあれか、あいつは弓矢でやっつけんといかんパターンのやつ。え、っていうかあれかな、え、一匹種類が違っとったってことか。ちょい待ってね。これで、あれは3人いっぺんに乗らんといかんってことかな、やっぱり。乗って、乗って、すぐに、ちゃ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 。恐ろしい。ちょっと待ってね。あいつをとりあえず、こいつこいつ。ああ、よかった。これであとは。え、向こうにもおるん？マジで？マジかよ。これってさ、弓矢はさ、無限にあるわけ？あー、ない。待って、あっこのゲージか。あっこのゲージが空っぽになったら使えんくなるわけやね。あー、オッケーオッケー、よかった。いけた。やばかった。よし。なるほどね。見た目一緒やけど種類が違うんや。え、待って、怖くね、これ。てか、こんな場所でさ、投げるのも怖いけどね。宝箱を開けたアユナが50ルピーゲット。で、私はこういうとこですって落ちていきそうやけん、恐ろしい。こういうとこにさ、ハートがあったりとかせんかな。ないね。さあ、間違えた。これでもうちょっとで赤のやつ落としよったね。はい、次がコース3。コースじゃない、ステージ3。コースは3じゃないね、全然。んーで、トーテムで移動したら早いんだな。これはどうしたらいいんやろ。あっちに降りるべきだったかな。イエイ。待って、怖い。ちょい待って、怖い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 。あー、びっくりした。え、あ、これもしかして草生えとった？気のせいかな。これ何、これ、これは。あー、びっくりした。落とすかと思った。これは何でもないの？何でもないっぽいな。あっち側は扉だ。あっち側は、あ、待って、反対向いたらっていうか、あ、ここの中にいたらダメなんだな。んで、なんかいろいろと。あ、待って待って、あー、え、待って、超怖いんだけど。あの、あーあーあー、ちょっと待って待って待って。これってさ、あの青は、青もギリギリんとこいいんだけどさ、
これで、ああよかった。ふうふうじゃねえわ、私下手くそすぎんだろ。ハートが少ない、分かってるよ。ギリギリ、やばい。これ進んだら体力回復しとるかな。へい。あ、これで一応開いたけど、あっこになんかおるよね。モンスターかあれ。でとりあえずあっちのさ宝箱が取りたいんやけど、はあ、いや危なすぎるな。あと1しかない。1しか、なんかこんだけの思いして20ルピー、ルピーなんか取りに来なくてよかったんじゃないかな。やばい、怖い、滅びそう。ねえ、恐ろしいね。でさ、あれ敵やろう多分。ほわ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 、おい。あれ、なんかあれ見たよね、前回。こいつ何やったっけ？え、敵？あ、そっか。なんかこいつハートがいっぱい出てくるんよね。これって敵なんかな？よくわからんけど。お、落ちた。でもなんかハートいっぱいばらまいてってくれるけん、好き。好きとかそういう問題じゃないけど。あ、よかった。ここでだいぶ回復できる。でも怖い、落ちそう。ハート取って落ちてったら意味ないけんね。はい、これで。これで。ふう、オッケー。ふうじゃねえわな。で、ラストだ。さて。とりあえず、トーテムで行くぜ。何がおるんやら怖いんやけど。ん？何ここ。ちょい待ってね。一応、ん？なんだ？なんかこういうさ、物音せん場所怖いよね。これ絶対さ、あれやん。お、なにこれ。なんか魔力のやつかな。お、これで全回復だ。なんかこれ下に降りた途端にさ、敵出てきそうよね。はい、出たー。なにあれ、なんか。あのさ、多分さ、中身？あ、違う、ダメだ。あれだ。ほら。お？なに？なに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 ？怖っ。待って、迫ってこないで。迫ってこないで。あの光っとる間は攻撃できんってことかな。光っとる間も何もあれが収まるんかどうかもちょっとよくわからんのやけど。え、なんかさ、どうなんのこれで。あの真ん中のさ、赤いやつに当たればいいんやろ。でもね、それがね、おーっと、危ねえ。待って。当たらんのよね。当たってないよね、あれ。ハートをゲット。ハートをゲットじゃなくて。ほらほら、めっちゃ通り過ぎるんだけど。え、そういうもんなのこれ。てか、あれかな、トーテム？もしかしてあれ、なんか、高さが高くなったってこと？え、違う？あ、ほら、やっぱり。あ、で、ほら、もう一段階や。待て、怖い。すげえ怖い。ちょっと待って。とりあえず鳥肌が、
焦点もさせてね。で、ここで待って、怖い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 、分裂した分裂した。で、これだ、これで、お、いけた。はあ、そっか、基本トーテムだ、トーテムで考える。おー、ルピーが超出てきたよ。なんか弓矢っつうか矢が出てきたけど。おー、なんとか、あ、矢が出てきたんじゃないや、あれは。拾えない。とりあえずほら、あ、違う、こっちだ。ハート、ハート。んで、あ、このは？あ、違うん、ちょっと待って。ちょっと待って。あ、クリアしちゃった。上の取れんかった。で、まあ、とりあえず、クリアだ。ああ、よかった。テクタイトシェルを手に入れた。テクタイトシェル。名前かっこいい。あ、あとのは、前回手に入れたやつと一緒やったんかな。バズジェリー。ビリビリ洞窟クリア。えい。この最後のさ、あの、2×30 イコール60。あ、要は、お金になったってことかな。あなたがコース内で撮った写真です。これ間違えたんだよ。敵に囲まれてんじゃん。あと98枚。うん。で、一応クリアかな、これで。はい、ということで今回もこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。結構ミスったな。